今日はラズベリーパイを使って LINE と連携した IoT 火災報知器を作りたいと思います。今回 IoT 火災報知器を作った理由なんですけども、私の家にはですね、こんな感じでリチウムイオンバッテリーがたくさんあるんですね。皆さんご存知かと思いますけど、リチウムイオンバッテリーは使い方を間違えると発火します。こういったリチウムイオンバッテリーを使った工作も過去に何回かやっていて、でその作品というのは今家に保管してあります。もしそういった作品が燃えてしまった場合にでも迅速に対応できるように、今回 IoT 火災報知器を作りました。それが今回のモチベーションです。これは今回作る IoT 火災報知器の構成図です。これを作るのに必要なものはスモークセンサーとラズベリーパイ、そして LINE をインストールしたスマートフォンです。一番左にあるスモークセンサーはラズベリーパイに接続されます。ラズベリーパイの中には常に煙を感知するためのプログラムが Python で実行されています。ここで煙を感知すると Python は LINE へメッセージを送るために LINE API へリクエストします。ちなみに LINE Notify を使って通知します。そして最終的には LINE に通知が来るようになります。これが今回の構成です。まず煙センサーの回路を作っていきたいと思います。こちらは煙センサー本体です。こちらのセンサー MQ2 センサーといって可燃ガスや煙に反応するセンサーです。1個140円で購入できる激安品です。 eBay で買いました。センサーを動かすための電源はラズベリーパイ側から取ることにします。こちらの3つのピンがですね、ちょうどいい感じに並んでいたので、今回はこちらのピンを使うことにしました。これは煙センサーとラズベリーパイの配線です。ラズベリーパイ側から 5V の電源を取ってきます。グラウンドも共通です。そして煙を感知した時に電位が変化する DO をラズベリーパイの GPIO14 に接続します。ここで注意するのが、煙センサーのデジタルアウトプットは 5V です。これに対してラズベリーパイの GPIO は 3.3V 入力になっています。これ以上の電圧を入力するとソックが壊れます。なので電圧を変換するためのレベル変換回路を使う必要があります。それでは早速センサーの回路をハンダ付けしていきたいと思います。まず最初にセンサーをユニバーサル基板にハンダ付けします。次に電圧レベル変換回路の抵抗をユニバーサル基板に差し込み、そしてハンダ付けします。次にセンサーとラズベリーパイを接続するための配線を作ります。大体2メートルくらいです。ラズベリーパイ側の端子も作ります。配線が完成したら、配線をラズベリーパイと煙センサーに差し込みます。センサーの煙に対する感度は調整できます。緑色の LED が点灯しているとき煙に反応しています。逆に消灯しているときは煙に反応していません。ちょうどいいところに調整します。可燃ガスを直接センサーに吹きかけて動作確認します。はい、こんな感じで無事動作確認できました。この動画ではかなり至近距離から当てていますけども、結構距離が離れた状態でも感度よく反応します。煙についても同じように反応しました。このままだとセンサーを壁や天井に貼り付けにくいので、貼り付けるための台を作成しました。この台は自分で設計し、そして 3D プリンターで印刷したものです。この印刷した台をセンサーに貼り付ければセンサー完成です。次に LINE API を使うための準備をします。今回は LINE Notify を使います。メールアドレスとパスワードを打ち込んで LINE にログインします。ログイン完了後、右上からマイページに飛びます。そうしたら LINE Notify のアクセストークンを発行します。トークンの名前を決めます。今回は IoT 火災報知器にしました。次に1対1で LINE Notify から通知を受けるにチェックを入れ、そしてアクセストークンを発行します。発行したトークンはメモしておきます。ちなみにこちらのトークンは1回見たらもう確認できないようになっています。発行自体は何回もできます。トークンを発行すると LINE Notify に通知が来るので確認できます。次にラズベリーパイ側でプログラムを書いていきます。使用する言語は Python です。ランボタンを押すとちゃんとプログラムが動作していることを確認できます。いちいち Python のエディターを開いて実行するのがめんどくさいので、今回はシェルスクリプトを作成しました。
こちらの FireAlarm に .sh をダブルクリックするとプログラムを実行できます。本当はラズベリーパイを起動したときに先ほどのプログラムを実行できるようにいろいろ設定してみたんですけどもできなかったので結局断念しました。なので起動するごとに先ほどのプログラムを自分で実行する必要があります。次に配線した状態でプログラムを実行してそして実際に煙センサーを使ってみたいと思います。煙は高いところに上るので部屋の天井部分にセンサーを取り付けます。配線がラズベリーパイに接続されていることを確認します。プログラムを実行します。煙センサーに可燃ガスを当てます。実際の煙でもできるんですが部屋が臭くなるのでやめました。こんな感じで煙を感知するとすぐ通知が来るようになっています。こんな感じです。ちなみに LINE Notify はスタンプも送れるのでこんな感じでね家が燃えてる感をより引き出すことができます。というわけでねラズベリーパイと煙センサーを使って、LINE と連携する IoT 火災報知器を作りました。でこのラズベリーパイなんですけども結構消費電力大きめなんでもし消費電力を気にするようだったらさらに小型の低消費電力版のラズベリーパイもあるので、まあ、そっちを使ってみるのがいいと思います。それでは動画のご視聴ありがとうございました。もしこの動画気に入っていただけましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。